市内のパノラマーアネム、またはアルンヘムは、オランダのヘルダーラント州の州都。ライン側に沿った、美しい町で、庭園都市、公園都市などとも呼ばれる。面積101.5平方キロ、人口約14万人。オランダで唯一トロリーバスシステムがある。北西10キロにデホーヘフェルウェ国立公園があり、同公園内にフィンセント・ファンゴッホのコレクションで知られる。 クレラー・ミューラー美術館があることから、アーネムを経由して訪れる観光客も多い。1233年建てし、1443年、ハンザ同盟に加入し、1579年には、ユトレヒト同盟に加入した。第二次世界大戦中の1944年9月17日、イギリス第一空挺師団と、ポーランド独立パラシュート旅団がこの街とライン側に、 かかる橋の占領を命じられて降下したが、増援が続かず撤退した。町の南側を流れる、ライン側にかかる鉄橋は、この、アーネムの戦いを描いた映画のタイトルにもなった、遠すぎた橋である。鉄橋の名前はイギリス第一空挺士団第一パラシュート旅団第二大隊長、ジョンフロスト中佐に由来する。1980年にアーネムパラリンピックが開催された。 ありがとうございます。